するダンス&プレイ、略してダンプレイを通して皆様に笑顔と元気をお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。Thank you.
野球応援の雰囲気はお楽しみいただけましたか？さて、次の曲へと行きたいところなんですが、ここで私たちの部活について紹介させていただきます。札幌国際情報高校吹奏楽部は通称 SIT バンドと呼ばれており、本日のような演奏スタイルダンプレでたくさんの公演をさせていただいています。ただいまお配りしているフライヤーにも書いてある通り、来年の3月31日火曜日には札幌文化芸術劇場ひたるにて第24回定期演奏会を行います。フライヤーないんですか？フライヤーないようなのでごめんなさい。ここではダンプレはもちろん、披露することの少ない座って演奏する雑踏や合唱などもお送りします。チケットは12月18日から販売開始となります。毎回ありがたいことに完売しておりますので、お早めにチェックしてみてください。また8月9月にもたくさんの公演を予定しております。9月8日には新千歳空港にてスカイ&オータムドリームフェスタ2019に出演させていただく予定です。ここでは現役のパイロットさんや CA さんとのコラボダンプレも行う予定ですので、ぜひぜひお越しください。チケットの情報や今後の活動予定、公演や普段の活動の様子などをバンドの公式ホームページ、ツイッター、フェイスブック、YouTube、Instagram、LINE に掲載しておりますので、ぜひぜひ。私たち SIT バンドは UNHCR 国連難民高等弁務官事務所への募金活動を行っています。今世界には7080万人もの人が紛争や迫害により避難を余儀なくされています。そのうち半数以上は18歳未満の子どもたちです。集められたお金はそんな子どもたちへの支援金として使用されます。皆様の温かいご協力をお待ちしています。たくさん紹介をさせていただいたところで、次の曲へ行きましょう。お送りしますのはフロント&ブラザーズのダンシングオールナイトです。この曲は男女の一夜の儚く切ない恋の様子を歌った一曲です。二人で踊り明かす夜はどんな嘘に染まるのでしょうか。I'm not afraid of the dark.
日本語ではクレイジーな人生を送るという意味だそうですよ。この曲でもっともっと盛り上がっていきましょう。
奏できたこと、皆さんにお会いできたことは私たちにとって最高の宝物です。